911型は日本国有鉄道が1964年の東海道新幹線開業時に新幹線電車救援用として製造した液体式ディーゼル機関車である。日本車両製造で3両が製造された。1号機と3号機は国鉄時代に廃車され、1987年の国鉄分割民営化時には2号機1両のみが 東海旅客鉄道に引き継がれた。911系ディーゼル機関車のサイドビュー DD51 型をベースとして、箱型両運転台構造の車体、6道軸駆動に改めたもので、新幹線の事業用車業通の青20号と、警戒色の木5号の塗装となっている。前面は、上面が傾斜した、高運転台式飛貫通の構造で、 あとの EF66 型や DD54 型などに似た力強さを感じさせる反流線型の造形デザインであった。この在来線機関車のようなナンバープレートは使用せず、形式称号は新幹線旅客車と同様のステンレス小型切り抜き文字によって運転室扉、近接の車体下部に装着された。この衣装は、 日本貨物鉄道に継承されており、21世紀になった現在でも、同社の機関車に受け継がれている。エンジンは先行車の1号機では、DD51 型と同じ DML61S2 が使用されたが、量産車の2.3号機では余裕を持たせるため、中期 DD51 系の DML61Z2 に変更され出力が強化された。 液体変速機は初期型 DD51 型と同じ DW2 であるが、使用目的によって、引っ張り力と速度を2段に切り替えられるように、高速段と低速段の副変速機を付加した DW2 バイトを搭載し6軸の車輪を駆動する。救援の際の後続列車のダイヤへの影響を減らすべく、最高速度は時速1 6 0トルと高く設定されており、また、 20パーミル勾配において、東海道新幹線型16両編成の満員電車に相当する引き出しが可能となっている。連結器は工事車両の牽引も考えられていたので、新幹線用密着連結器と波形自動連結器の相当連結器を装備していた。列車救援を念頭に置いて製造されているので、牽引される電車に、 予備等電源を供給するためのディーゼル発電装置を搭載している。本機の特徴として ATC を搭載した世界初の機関車であることが挙げられる。速度区分は0軽電車と同じで時速 160km 信号ないし時速 200km 信号受信時には最高速度で走行可能である。高速走行中に時速 70km 信号を 受信すると DML61 エンジンは強音を立ててそもそも速を行う。当時の世界最速のディーゼル機関車であったとウィキペディアの以前の項には記述されていたが設計上最高速度時速 160km のディーゼル機関車は以前からヨーロッパを中心に存在していた。山陽新幹線開業前の1972年 新大阪駅岡山駅間を1時間弱で走破し、平均速度時速 165km のディーゼル、機関車世界速度記録を樹立した。前述のように故障電車の救援用として製造されたが、幸いにもこの目的で使用されることはなく、自力走行できない、機動検測車 921K0 番台を時速 160km で牽引する運用に、 ついたが、新型検測車922系10番台が、導入されると921系0番台は、予備車となり、922系10番台の検査、入場中の検測や、工事列車の検員に活用された。国鉄分割民営化時に、JR 東海に継承された2号機は1995年に、廃車となり、以降は、JR 東海浜松工場で保管され、 工場の一般公開時に展示されていたが、すでに解体され現存者はない。ありがとうございます。